うっす。うっす。いやー、今日天気いいっすね、でも。はい。前のね、入る。いやって、なんかね、弱い。痛んでる、どっか。心がちょっと。心のケアは大事ですよ。心のケアの話はできない。あと、リアルに最近ちょっと太ももの裏が張ってます。なんだろう、わかんないっす。ストレッチしてるよ。いや、ストレッチはしてるんですけど、ストレッチ法が間違ってる可能性ありますね。でも我々の頃ってさ、まあ、テーピング一つ取っても、はい、今のテープとは全然違うとか、今もう本当に科学的になって、はい、ストレッチが入ってるテーピングがあったりだとかさ、逆にないやつがあったりだとかしてるけど、昔ってあんまりそういうなんていうの、物が良くなかったよね。ガムテープみたいな、まあ言えばガムテープみたいなもんだったと思うよ。伸縮性がないとかって。お前は笑いを取ろうと思ったんだけど、そうするっと言ってるけど、まあな、でも、いや、もう本当にそんなもんなんだよ。今から考えると、もうガムテカみたいな、そんな感覚だったと思うよ。素晴らしいっすね。置いてくれ。いや、だけど、まあ例えばさ、横浜って、俺が針が嫌いだった。針治療が、はい、こう、トントントンとやって、ね、こう回したら筋肉がこうプッとこうつる感じがするじゃん、はい、俺があれが嫌いでさ、やはりダメなんですよって言ったら、ずーっとこうマッサージをしてくれる、はい、で、日本ハム行った時に、はい、あんまり揉む人がいないの。日本ハムの選手は針好きが多い。針好きですか。揉むというよりも、はい、針を打ってもらう治療がすごく好きなわけ。で、移籍してさ、トレーナー室来いよって言われても、なんか行きづらいだね。まあ、ベテランだったから、はい、まあ、行ってもいいんだけど、なんか行きづらいなとか思いながら、はい、まあまあ、意を決して行ったわけ。はい、ある選手の背中、剣山、はい、みたいに、すごい、針で。そんなことあります針の山みたいな。やばいっすね、完全に。いや、ほんとに。なんか、あの、動物いるじゃん。ハリネズミ。ありますね。あんなみたいになっちゃってるんだ。いや、だから俺はもう帰ったもん。え、あ、いや、ほら、無理無理みたいな。いや、ほんで、外国人って、あんまりそういうケアのシステムっていうのは、日本って本当によくできてるから。おみんなもう、キャンプの時は5人体制とか6人体制でやるからね。トレーナーがいて、ね、まあ、外国人でやっと 3A ぐらいの選手だったかな。だから 3A なんかさ、もうクリーム塗っとけとかさ、はいはい、そんな感じなんだよ、ね、うん、もうそんな治療なんかしない、はい、そこにはお金はね、かけない。あ、なるほど。球団も、はいはい、でも日本は違うじゃない。カンポスっていう選手がいたんだよ。カンポス、はい、俺が日本ハムに入った時にちょうど入ってきたみたいな、トレーナーがね、はい、あんな野郎治療にも来ねえんだって言って、はい、で、いや、もう行ってあげたらどうですかって言ったら、で、帰ってきたら、あいつな、くせえなとか思ったら、はい、あいつ自分のしょんべんお前、肘塗ってたぞ。いや、これは、はい、なんか向こうの治療法であるらしいんだよ、実際。治療法なんですか、それ。だから蜂に刺されたとかじゃないですよね。プロポリス的な、その、普通にあるよね、しょんべんぶっかけるみたいな。なんかあるよね。そういう、え、そういうことなんですか。そんなんじゃないですか。ほんで、見せるけど、されねえよ、お前って。あの、自分の証明つけてやろってみたいな。そういうのもあるんだよ。向こうではそれが、だから、なんかそういう治療法通ってるってことですね。冷やすという意味なんだよ。冷えるんすか。やったことねえから。やってみよう。いやいや、なんでやるんですか。一緒にやりましょう、じゃあ。ちょっと、カメラを使う。はい。じゃあ、僕の手でいいですか。何を見せられるんですか、これ。いや、いや、いや。いや、もうそういう治療があったりとか。ほんでね、これがインチキな野郎がいてさ、アメリカのトレーナーが日本に来たんだよ、うん、はい、超音波器具なんだよ、はい、ね、で、これは資格がいるんだと、これは難しいから誰も触るんだと、だからもう自分の特権だよな、これはお前ちょっと変に触るとお前おかしくなるんだとか言って、まあ英語だけど言っておおみたいな、こんな絶対触らない、でもやってくれますかみたいな、うん、あ、そしたらなんかそんなさ、威厳があるとさ、聞いた風じゃない。いや、まあそうですね、わかんないですよね、楽になるんだぞ、こう言って嘘こけみたいな、うん、その取り扱い説明書も英語だったんだよ。あ、ね、あ、これは、ね、意味わかんねえなと思って、うん、言ってたら、そのうちひっくり返したらさ、日本語で書いてるわけ、ね、え、これ誰も使いますみたいな書いてあるんだよみたいなピンチキやるわけよ。やばいっすね、それ。実際そんなに聞いてなかったんですか。聞いた風だよね。聞いてるやつもいいんだよ。聞いた風になってるという。それで俺はその時腰が悪くてさ、体重が77キロぐらいに増えてたんだよ。ああ、はいはいはい。ベストは70
2から73だったんだけど、まあ3キロぐらいオーバーしてたんだよ。でキャンプの時は減量だとか言って、そのトレーナーが、はい、でお前はこれリンゴだみたいな、朝からメニューがあるわけ、減量メニューが、はい、朝からこのリンゴをこれと、まあ、バナナ1本しか食うなとか言って、はい、そんなキャンプできねえじゃん、きつい、もうきつい、あと思いながら、まあ、体重落ちるまでだからって言われてて、はい、で終わったらよし行くぞって、どこ行くのって言ったらサウナだとか言って、サウナの中で腹筋しろって言って、ええー、いや本当3人ぐらいで、マジっすか、はい、それもお前セット合わせて1000回だよ、サウナでですか、もうきつい、汗だらだら流しながら、ね、そしたらもうその回数終わったら水風呂ドーンってお前トドが入るように入ってきてでよく調べたら、こうあったかいところサウナなんかで腹筋をすると、はい、筋肉を損傷すると、筋肉が筋肉のダメージが半端ないとか書いてあるんだけど、嘘じゃんみたいな、俺ら何やってんだみたいな、腹筋が鍛えられるけど逆にお前筋量減ってるぞみたいなどうすんだみたいな、もう昔はね、だからね、そういう意味ではいい加減だったよ、あ今はすごいよ、まあ、今もいろんなのが出てますからね、もうだから昔なんかさ、動く前に筋肉が張ってたらホットパックっていうのがあって、はい、こう温めるじゃん、はい、それをもう10列作ってるんだよ、みんな張ってるから、はいね、そしたらさ、もう若手なんかさ、だからくっさ暑い夏のさ、外に出て、はい、フェンスにカッパ着てこうやって当ててるんだよ、お前何やってんだって言って、いやホットパックができないからここでやってるんだもうね、もうね、知恵ですね、もう確かにもうね、なんていうの、昔はいい加減だったな、やっぱな、そう考えるとなんかめちゃくちゃするけど、今はすごいよ、やっぱ強引にやるんですね、そういうの、強引にそういうものがないからってことですか、ないから、今がいい時代になったと思うよ、その分昔の人の方がもしかしたら体は強かったかもしれないですね、変になんか、まあ、いろんなこと やりまくって、メダルさんの現に怪我も少ないですよ ね現役時代って何が少ない、怪我です、あ、いやいやいや、怪我してない、いやいやいや、それ現役時代、それはもうそうね、はい、あーじゃん、立ち立ちにいや、だけど、なんていうのかな、液体窒素マイナス何度っていう、はい、一気に冷やすとかさ、そういうのもあったわけ、それがみんなさ、斉藤昭雄さんとかね、これは毛穴にかけるといいらしいぞ、毛が生えてくると、はい、トレーナー室でその液体窒素をこうやって頭にこうあかかってやってんだよ、はい、みんなトレーナーから室から出てきたらこんな煙が出てくるやったなみたいなやったなみたいな、俺も当然やったけど、やったっすね、あれ聞いたのか聞いてないのか分かんないけどさ、多分聞いてないでしょうね